どうも、お酒は私の手がまさやんです。こんばんは。今日は2021年7月の11日でございます。今日はですね、2021夏限定金麦香り爽やかエルタイプです。飲んでおります。皆さん、大三国志楽しんでますか？いや、ストラテジーゲーム楽しんでますか？いや、ここ最近出るストラテジーゲームがさ、ね、三国志なんちゃらとか、三国なんちゃらとか、三国志ですよ。もう三国志には飽き飽きしたと。もうどれやってもいいか分かんないし、似たようなもんばっかりだしという方に、おすすめ。The Ants。三国志はもう古いです。これからはアリの時代です。よろしくお願いします。ということで、The Ants。ね。アリです。アリ戦略シミュレーションゲームでございます。これね、7月5日だぐらいかなに、リリースされたんですけども、なんと Google Play の方でね、まあ、一時的にはあると思うんですけどね、1位を獲得したということで、ちょっと注目集まってるゲームでございます。で、ちょっと私やってみたんですけども、まんまです。まんま側はですね、そこら辺にあるストラテジーゲームと一緒、システム的にも一緒、ただありということです。はい、シュールいきましょう。ということで、今ね、これはね、アリの、まあ、アリ塚の中なんですけども、これ女王アリ、ここはね、まあ、主城の本部で、ございます。で、いわゆる内政と、まあ、戦争みたいな、もちろん2パート分かれるんですけども、内政は、いわゆる、いろいろ、ここもね、どんどん、これ地下なんですよね。もちろん、アリの巣なんで。地下なんですけども、働きアリ、孵化とかね、働きアリ、生産とかね、まあ、そういったアリをどんどん、生産していったり、餌場とかね、これどう作っていきます。まあ、これがどういうものかは今は喋りませんけども、いろんなね、資源もね、上ありますけど、いっぱいあるんですよ、資源が。いろんな資源があります。肉、水、ね、肉、水ありますね。こう、偵察あり。というふうに、まあ、いろんなね、植物、こんなありまして、まあ、そういう資源を貯めながら、強い槍を作っていって、外敵と戦っていくということでございます。で、これがまあ、地下の世界。で、チュートリアル終わったところなんですけど、外の世界があります。さあ、どっかで見たようなこれは、光景ではございますが、はい、こんな感じでね、私、真ん中、私のアリ塚でございますが、他にもね、周りのプレイヤーのアリ塚、たくさんあります。そして、NPC ですね、いわゆる族とかね、三国志から族みたいなのが全部ね、生物です。生物になってます。中立生物と言われてますけども、カタツムリとかね、シロアリ、はい。ますよ。こいつはなんだ？ダンゴムシの群れ。やべえのがいる、これなんだ？リザードやばい。強そう。めっちゃ強そう。リザードと戦う。アリでリザードと戦っていく。これやばい。厳しい。これなんだこいつ。やばい。まあ、もっと凍結。以上。というふうに、こんなね、テントウムシレベル2がいる。ここアタックしてみようかな。こんな感じで、外敵のね、生物がいっぱいいます。ということでございます。はい。で、アリ。やっぱ昆虫ってめちゃくちゃいるんでしょうね、これ。実在するアリなんですけど、というね。リアルにあります。図鑑みたいなのに書いてありまして、このブラックモーアリ、ギかな、モーギ。南アメリカ中部地域に分布し、コロニーの規模は同族で最も小さく、十数匹からコロニーになることもありますと。女王アリのカーストがなくて、個体で繁殖します。体型はかなりでかくて、20から30ミリに達しますと。同族では最もでかいアリの一種です。ね、こんなのにね、まあ、レアリティ、こんな、すごいぞ、これ。発展系、これはね、まあ、施設系とかレベ、なんか、恩恵があるのかな。発展系、で、戦闘系。すごいぞ、これ。
アリの種類がやばい、アリだらけということで、これはもちろんガチャです。ガチャということで、最初ね、たくさんもらえてるんです。ということで、ガチャ行こう。ガチャ、ガチャどれだっけ。ガチャガチャガチャはトッカーリ、トッカーリのふか、これですね。通常、高級、特級とあります。なんか多分事前登録か何かでね、もらえてるのかな、わかんないですけども、高級4枚もある。通常からいこう。通常2枚、通常、あー資源もね、絶対アリが出ると限らない。資源でした。はい、資源、あれ終わり。まあそんなもんです。さあ高級いきましょう。高級はなんか出るでしょ。高級1回目、あ、来た。なんか演出があるのか。さあ水晶アリ、水晶アリです。これは戦闘系かな。戦闘系欲しいんだけど、高級か。あー、こういうね、高級資源みたいな感じかな。よし、アリ、ゴールデンオオアリ。これゴールデンオオアリ持ってた気がする。支配、仮攻撃、これは戦闘系にの噛み砕き、熱いね、これは熱いんじゃないですか。しかもこれ、大々のじゃない。え、大々、ゴールデンオーアリじゃない、これ。なんか、大々。これ、大々ゴールデンオーアリじゃない。もしかして。大々紫、青ってあるんですけど、今、最高品質のこれ、ゴールデンオーアリ手に入れた。よし。さあ、これなんか色が違わないか。あ、これも来たよ。寄生アリのこれ。来たんだな、これ。コンガルデーション。あと、これ、寄生アリの、あ、寄生アリはいないのか。寄生アリの代々はいないの。はい、ということで、最後、特急っすね、特急。特急引いていきましょう。特急引いていく。さあ、どうだ。なんか色が違う。ブラック、ヒアリ出た。ヒアリ出ましたよ。危険なやつでしょ、ヒアリって確か。厳格的にはヒアリに属す、え？属しないということは、ヒアリとよく似ているメアリに属す。あら、よくわかんないけど、これ、アリマニアにはたまったもんじゃない。たまったもんじゃないよ。たまらんな、ってこと。オーストラリアに分布し、食材ほとんど、果物や植物など食べる草食だと。稀に他の昆虫も襲うこととします。ブラックヒアリアです。そうなんです。です。で、まあ手に入れたもちろんね、これをね、編成していくということで、こんな感じで。で、編成は、今持ってるのはトッカーリってやつね。当てたやつはトッカーリってやつ。トッカーリ、まあリーダーみたいな感じです。指揮する人ですね。そこの持ってる、そのスキルが、まあ発動していく。で、編成は、まあ、兵隊アリっていう、ね。今、レア、オーズアリ。ゼラシシリアゲアリ、セラシシリアゲアリとかあって、これは実際のその施設があるんですけど、施設っていうのがアリ、アリ施設みたいなのがあって、このガーディアンアリ孵化室ってあって、これをレベルアップすることによって違った、ガーディアンアリのこと、兵隊アリ、どうやって見りゃ、どこをどう見りゃいいのか相当できない。バランや違う。兵隊や輸送じゃない。これ超悪い。どこだどこだ。あれ？偵察あり違う。あ、そうだ。これで、そうだ。ガーディアン、そう。これよ。ごめんなさい。こういう、働きあり、兵隊やりか。兵隊やりは、レベル上げることによってどん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 アンロックされていくんですよ。要は、まあ自分のトッカーリ、リーダーのトッカーリと
兵隊槍を編成させてそれで戦っていくっていうシステムになっております。でまだまだちょっと分かんないことだらけということで最後、今編成したところで、戦っていきましょう、ね、外敵と戦っていく。多分ねテントウムシレベル2、ああまあできないな、まあ戦えないんだ、やっぱレベル1しか戦えないんだ、レベル1しか戦えないと。テントウムシ近くにいないということで戦えない。おお。ということで戦ったのが1回あるので2回戦ったのか見てます。はい、これですね、テントウムシレベル1。こいつは多分弱いんですけど、こうやって攻めが見れるということでございます。いやーシュールだ、シュールだけど、なんかもしね第三国勢の方でもちょっと今暇してるよとかねいう方はちょっとチャレンジしてみてはいかがでしょうか。もちろんなんかね時短とかもあるんですよ、あの時短システムとかあるので結構ね課金ゲーだと思うんですけども、私は絶対課金はしませんけれども今のところはね、まあ、ちょっと暇つぶしに、はい、第三国志がちょっと飽きたなとか今千尾いるよとかいう方試してみます。はい、ということでザ・アンツでした。お酒は立ちなくませんでした。ありがとうございました。